高井様。志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ、分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いでトリカブトを集めた。足りそう。これで何とかしよう。櫓に行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。
倒した毒を盛る手を見つけねばな。せっ、あの道、守りが薄く潜める場所も多い。杉笠衆だ。竜蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば、庭を抜けた方がよいな。宴に潜り込み、酒に毒を入れる。酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。待つとするか。イネッパスタッドか。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、
前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンについたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。お前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。ドクとはな、おじごの教えに背いたか。どうするほかないのだ。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは猛虎と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじ上、九郎殿の名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。
では裁きを受けてもらう。藩を追え。ジン、タカのためだ。行け。何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんだ。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでる。見つかってしまうな。酔ったせいか焼けたムクロの匂いがしなくなった。ご用意近くの庭でお話をなさると聞いたぞ。クロード様では？頼む、声を上げるな。この先の柵に抜け穴があります。通り抜けられましょう。助かった。私らはあなた様の味方です。物見ばかり猛虎を打ちにはいかんのか。志村殿は用心されておる。足でも一本があったようで仕方がない。あれは二度とごめんな。本当？酒井様が毒を使ったって。城にいたモスは何もは暴れます。クロードのおかげでしばらく終わりそうもない。ノブ、酒井殿が逃げたぞ。清水にまで探すのか。逃がすな。我らも探しましょうか。見つかったか。北へ逃げられる。
お主ら馬に乗れ。残りの者は門を固めよ。どうどう、俺だ。いたぞ馬上だ、逃がすな。守りきれず進まなかった。ユナはご神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。大風が来そうだ。早くユナを見つけよう。ユナはおらぬな。だがこの者ら、ひとところに集められたのか。
血の周りに血が。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。猛虎、スパルタリー毒を食らったか。吹雪に紛れれば。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。上岳寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せば。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けてノブは死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？あの時降伏しなければ、島の者が本土の武士や叔父上と戦っただろう。殺し合いになればハーンの思う壺だ。志村様は術中に陥ったね。苦しい立場におられた。将軍様への義もおもんぱからねばならぬ。力を合わせねば勝てぬというのに。何であろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。吉と出るかはまだ分からぬがな。あんたに救われた人に言える？もしハーンを殺して猛虎を追い返したら、志村様は許してくれると思う？叔父上の許しは無用だ。あなたこと悔やんでない。いずれにせよ、許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。選んだのは俺だ。いかなる始末になろうとも悔いはない。謀反人の烙印を押されても。
城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。寺に近づくには開けた地を越えていかなきゃ。または湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。ここで死ぬかと思いました。動けるな。全て助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。いや、火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。待っておれ。のろしを上げる。気を引ける。では戻る。慎重に策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。
隊長と歩兵か。長を殺せば兵は散る。どこと帰れ、ポッパイさん。金太郎、おい、動け。ちょっと離さん。安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の仇取ってやろう。皆の仇だ。